リーマン社像による単位円の像としての単連結、ジュリア集合複素解析学において、1913年にコンスタンティンカラテ踊りによって証明されたカラテ、踊りの定理は U が複素平面 C の単連結な階部分集合であって、その境界がジョルダン曲線であれば U から単位円板 D へのリーマン社像は境界に連続に拡張し、ガンマから 単位 NS1 a の同章写像が与えられるという定理である。言い換えると、この定理が述べているのは、ジョルダン領域 U に対し、U の平包みから単位平円版 CL への同章写像であってその内部への制限がリーマン写像であるようなものが存在するということである。カラテ踊りの定理の別の標準的な定式化は、ジョルダン曲線ガンマ1と、 ガンマ2に囲まれた単連結界集合 U と V の任意の体に対して、等格者像は同称者像に拡張し、そのガンマ1への制限は、ガンマ2への同称者像になる。この主張は、最初の主張から、一方のリーマン者像の逆をもう一方のリーマン者像と合成することによって得られる。より一般的に述べると、以下のようになる。をリーマン者像の逆者像とする。 ただし DC は単円盤で UC は単連結領域。すると G が連続に2に拡張することと U の境界が局所連結であることが同値である。この結果は最初、マリエテル・ホーストによって1918年の学位論文においてハンス・ハーンの指導の下、空手踊りのプライムエンズの理論を用いて述べられ証明された。直感的には カラテオドリの定理は、複素平面 C において、一般の単連結回収号と比べて、ジョルダン曲線に囲まれたものはとりわけル l b ハブドで、あると言っている。カラテオドリの定理は、複素解析の古典的な部分である、等格写像の境界の振る舞いの研究の基本的な結果である。一般には、回収号 U から、単位円盤 d へのリーマン写像が、 境界に連続に拡張するかどうかを決定すること、そして、ある点で、それができない様子や理由を決定することは、非常に難しい。そのような拡張が存在するために、ジョルダン曲線の境界を持つことは十分であるが、決して必要ではない。例えば、上半平面 H から C から皮膚の実数を除いた、回集合 G への写像は生息かつ等格であり、 実数直線 R から皮膚の実蓄 R への連続写像に拡張する。しかしながら集合 G の境界はジョルダン曲線ではない。ありがとうございます。